おもちゃの国アリスへようこそ。店主のレイと申します。はい、シャープ2847です。はい。今回紹介するのはですね、前回オブジェケーターを組みました、こちら。セイントクロスマイスのスチールセイントマリンクロス牛をリバイバル版ですね。こちらね、オブジェケーターを作ったということで、今回ですね、装着者であります。こちらですね、牛を本体への装着をやっていきたいと思います。で、こちらですね、まあ、乗ってはいないんですけどね。一応、ここの上に乗せることができるみたいなね。そんな感じかな。多分こんな感じでね、戦闘してたんでしょう。はい。多分こうでいいと思います。まあ、乗せるポイントはありますけどね。しっかりとは乗らないんでね。もしこうやって乗せるんであれば、マウントパーツかなんかね、欲しかった感じですけどね。まあ一応軽く組み合わせるとこんな感じかなと思いますけど、とりあえず今回ですね、こちらのオブジェ形態をバラしまして、装着ですね、やっていきたいと思います。なので、早速ですね、こちらをね、オブジェケーターの方を分解しまして、パーツにね、していきたいと思います。それからね、さっさと組み付けやりたいと思いますんで、早速ですね、準備進めていきたいと思います。はい、パーツ一式準備できました。こちらがクロスですね。で、表情パーツ、マスク用の髪の毛パーツ、公開の手首パーツ、そして牛を本体というふうに用意してあります。まあ、以前紹介しましたね、スカイクロスショーと同じような感じで、パーツ数がね、かなり少ないかなと思いますと。で、手首パーツに関しましても、先ほどチラッとね、オブジェ形態の方に載せましたけど、あれにね、合わせたような感じでね、表情のある、こちらですね、クロス用じゃない手首パーツも付属してきておりますよ、というふうになっております。はい。で、表情パーツの交換とかに関しましてはね、後でやりたいと思いますが、手首パーツはね、いつものパターンですね。グーとパーがありますけど、グーパーツ、こちらでいきたいと思います。交換方法はね、基本的に同じなんでね、省略したいと思いますが、この辺はね、一応平手がありましたと。で、あとは表情パーツ、髪の毛パーツですね。とりあえず、表情パーツの交換に合わせて、マスクパーツに関しましてもね、なし状態とあり状態、両方ね、やっていきたいと思います。ではね、早速やっていきたいと思いますが、とりあえず手首パーツはね、不要なんでね、これを一回外しましょうと。で、反対も同様に外してあげましょう。はい。で、あとはいつもの通り着せていくだけと。で、今回ですね、ももパーツがありませんのでね、まあ比較的簡単かなと思いますけど、こっから抜きますよと。思ったよりも簡単に抜けました。で、ここに対してこいつを刺すと。こちらのパーツのね、内側を見ますと、こっち刻印ないんですね。で、逆にこっち刻印が入っておりまして、棒が1本入っているやつが右、刻印なしが左となっておりますんで、それで判断しましょうと。で、こちらのパーツをここに入れると。その時にね、これ前面背面がね、非常に分かりづらいですね。こっちの多分シュッとね、平らっぽいのが前でしょう。後ろがね、膨らんでるんで後ろでしょうみたいな感じでつけていきましょうよと。はい。で、これができましたらこいつをつけるだけと。カチッと入ります。抜くのが簡単だったんでね、多分そんなに衝撃は加わらないと思いますんでね、もうスネパーツっていうか膝かこれつけてしまおうかなと。で、これがちょっと硬いんでね、これ刺すときに軸が折れるっていうよりもこれがね暴れちゃってね、ぶつけてメッキが剥がれるって可能性がありますんで、十分注意してね、これズボッと差し込みましょう。で、反対もですね、ここスポンと抜いてあげて差し込んであげると。不安であれば先にこいつをつけてしまっても OK かなと。で、あとはこいつをただ刺すだけと。はい。こんな感じでね、脚部パーツつきましたと。で、この流れで、ボディーパーツでもいこうかな。一応、いつも通りね、腕を前に出しまして、で、腰パーツをつけようかなと。腰パーツに関しましては、前面ですね。こちらのパーツをね、外します。で、フロントのこちらのパーツも外します。リアアーマー外します。で、開いて、後ろに組み付けて、前面閉じて、これが終わったら、こちらですね、中心部分を組み付けると。で、それから、フロントアーマー、リアアーマーをつけていくという感じですね。で、リアアーマーが全体的に大きいですよと。真ん中のところにちょろんとついてるんではなく、でかいパネルみたいな感じでくっつきますんでね。ここのパーツは外さないと開くことができませんよと。一応こんな感じでね、腰パーツつきましたと。で、あと胸部パーツに関しましては基本的に同じですけど、前面パーツ外すと。で、こっち開いて、こっちも開くと。首元のところが一体化されてますんでね、ちょっと特殊な感じですけどね、こんな感じにしてあげまして、後ろに刺して、で、こちらですね、右胸の方をつけてあげて、左をつけるという感じでつけてあげましょう。で、こいつを組み付けると。一応こんな感じでございますと。で、あと腕ですね。腕に関しましては、こっちでもね、同様です。刻印なしが左なんでね、それを把握しながらここにズボッと入れてあげましょうと。で、これが入りましたら手首パーツを組み付けると。ただ手首パーツに関しては、肘曲げて、この辺をね、サポートしてあげて、手首パーツを組み付けるという流れにしないとダメかなと。
で、これが入りましたら手の甲のパーツを組み付けていきましょう。はい。で、今簡単につきましたけど、まあ部屋がね、かなり厚いんで、素材自体が柔らかくなってるからだと思いますけど、硬い時にね、これ入れて、サポートしないでやってね、ガンとぶつけるとね、メッキハゲとか傷になりますんでね、ここはちゃんとね、サポートしてあげてつけた方がいいと思います。で、あとは手の甲のパーツを組み付けてあげれば、これで腕パーツが入りましたと。で、あとは肩パーツをつけると。肩パーツはこうですね、胸部パーツの上のところにありますんで、これをパチンと入れると。で、前面パネルを下げると。梱包時はね、もともとこちらね、下がった状態で入っておりますけど、組み付けるときにガンとね、この辺ぶつける可能性がありますんでね、一応こういう風に平らな状態ですね。こういう風にしてあげてから、ここにパチッと入れてあげて、倒すようにした方がいいと思います。この方がね、スッと入れることができますね。はい。一応これがですね、マスクなしの状態になりますけど、スチールクロスですね。スチールクロスでいいのかな。こちらの取り付け完了となりますよと。はい。で、この流れで、ね、先に表情パーツ行ってみましょう。表情パーツは全部でね、3種類ですね。もともとついてるやつ以外に2つ。一応ニヤッとね、笑ってる感じ。あと方向フェイスありますよと。一応変化がね、わかりやすくこっちにね、したいと思いますが、交換方法はいつもと同じですね。こちらの前髪パーツ外して、表情パーツを引っこ抜きますよと。で、選択したやつをつけて、前髪をつけてあげれば、この形でね、組み替えが完了すると。こちらリバイバル版になったっていうことで、まあこういう方式ですけど、旧バージョンですね。は、頭部パーツね、丸ごと外して、髪の毛パーツを解体して、交換用の表情パーツというか頭部パーツに、外した髪の毛パーツを組み付けて、差し直すっていう形なんでね、頭部パーツ必ず引っこ抜いてたんですけどね。こちらの方式になったことによって、比較的交換が楽かなと。ただ、今ちょっと触った感じ、後ろ髪がね、微妙に長いと。で、ここ自体も、見ていただくと分かる通りなんですけどね、ここ、有効スペースがね、ないですね。なので、これの影響でね、あまり上を向くことができないっていうのがちょっと気になりますけどね。まあ、一応こんな感じ。で、今見てね、背中のパーツが足りねえじゃんと思ったんですけど、背中のパーツに関しましては、オブジェフレームの方に組み付けるね、こちらのパーツをね、使う必要性があったみたいですね。これをね、ここに付けましょうと。向きはね、多分これで合ってると思うんですよね。まあ、軸の太さで判断する感じかな。なので、こうですね。ズボッと入れると。一応これでね、正しい形ですけど、ちょっと後ろ髪がね、干渉しやすい感じがするんでね、ここはもうちょっとね、外側に広がってる形の方が良かったような感じがしますけどね。まあ一応こんな感じでございますよと。では、マスクパーツの組み付けいきましょう。マスクパーツを組み付けるためには、髪の毛パーツが解体しますけどね、前髪外して後ろ髪を外すと。で、この時に、背中のカバーパーツね、これがあるとちょっとやりづらいと思うんで、これ一回外した状態にして、後ろを取ると。で、説明書の方ではね、頭部パーツ全部一回引っこ抜けて書いてるんですけどね、外さなくてもね、こちら中間基部パーツあるんでね、この形でいいと思いますんで、まあ、とりあえずね、基部パーツを中心に前髪と後ろ髪ね、外しますよと。で、これが外れましたら、後ろ髪のところに対して、こちらね、専用の後ろパーツをここにね、ブチッと入れてあげますよと。で、これが入りましたら、前面にね、専用の前髪パーツを差し込んであげると。これが入りましたら、一応こんな感じでね、今入ったと。で、これが入ったら、マスクパーツですね。これを組み付けると。で、これ組み付けるときに、このままスポンと入りませんのでね、左右で分割して解体してあげて、後ろに溝がありますんでね、ここの突起をね、うまく組み合わせて、ここに差し込んであげると。これが準備できたら、反対側からね、こちらのパーツを使って固定してあげると、こんな形でね、組むことができましたと。はい。結構ね、ギチギチです、中は。なので、この状態でね、長期間、つけっぱなしにすると、内側のね、メッキがですね、髪の毛パーツにね、癒着しちゃってね、最終的に見た目が悪くなってしまう可能性がありますんで、マスクパーツをね、こういう風に長期間つけるんであれば、内側ですね、ビニールをね、巻くとかね、何かしらの癒着対策しておいた方がいいと思いますかね。まあ一応こんな感じでつけることができましたと。パーツ自体はね、かなり少ないんでね、組みやすいですね。ただ実際組んでみて思ったらやっぱり後ろ髪がそこまで広がってないのでクロスに干渉してしまってね、あまり上を向くことができなかったりとか、あとはフロントアーマーもね、これそんなに上がらないですね。左右もそこまでかな。で、リアアーマーはね、一体になってるような感じででかいんで、足の開脚がね、そんなに大きく動かないのがちょっと気になるかなと。ただ腕周りはね、この根元とかね、
ここで跳ね上げが消えますんで、腕回りの稼働はね、結構いいと思いますけどね。ちょっと足回りが気になる感じかと思いますけどね。まあ全体的なデザインとしてはね、なかなか面白いと思いますね。今まで紹介してきましたね、ゴールドセイント12人とか、ジェネラルとかね、あちらと違いましてね、メカっぽいオブジェ形態からね、装備してね、こんな形にできるっていうギミック自体は、なかなか面白かったんじゃないかなと思いますね。はい。ということで今回ですね、セイントクロスマイスのスチールセイントマリンクロス牛尾リバイバル版。こちらですね、オブジェ形態をばらしまして、牛尾への装着ですね、やっていきました。はい。ということで次回ですね、次回ですね、ロボット魂の方で、なかなかね、シリーズ展開されてるね、ある量産機やっていきたいと思います。はい。それではまた次回お会いしましょう。バーイ。